仮の屈折による像の浮き上がりと、それから前反射に関する、まあ、典型的な例題を見てみることにしよう。はい、まずですね、えー、なぜ像の浮き上がりが起こるかということを概略説明をします。えー、っとこれは人間のまあ目なんですね。ちょっと絵が下手ですけれどもね。でそれから、えー、この線を境に上が空気、下が水だと思ってください。 そしてある深さのところに光源を置いておきますそうするとこの光源から広がった光一部この観測者の目に届きますけれども当然こう屈折をしてこう入ってくるわけですねそしてこの網膜上にマズを作ればクリアに見ることができますところが人間の脳というのは光は直進すると錯覚するので本来ここにある物体を見ているんですけれども見かけ上です、ね、ここにあるように錯覚を起こしてしまいます ととととといいいうううこここは若干こう浅く見えるということになりりまますす、ね、れををの浮き上がりという方をしますただこれ厳密に言うとですね見かけ上の位置はここではなくて計算上この辺りになるというふうに出てきますけれども入試ではねこの水平方向のズレは計算上微小だということで無視をしてしまいます。あと光線の作図はこんなふうにたくさん光線を引っ張る必要はありません。 この中心あたりの線を代表線として描き出しこの延長したですねこの点これが見かけ上の位置だとして計算を進めてください。さらに大抵の入試量は真上から見た場合ですね本来の位置に対して見かけ上の位置がどのくらいの深さになるかを計算させます。こここののケース中心線これは空気と水の境目で屈折現象を起こしませんよねするとこの見かけ上の位置を割り出すことができません。 なのでこの場合つまり真上から見た場合に関しては中心線ではなくてこの金棒の線ですねこれは若干こう折れ曲がってこう侵入してきますよね。ここのの折れ曲がりりりにによって見かけ上の位置を割り出すすとということになりますそれはすなわちこちらの斜めから見たケースの入射角シーーそれから屈折角ファイですねこの2つが微小なケースとして計算結果を得るということになります。 さ早速計算を進めてみましょう、えー、まずこちらが空気ですね近似的に屈折率は1となりますそれから下が水ですね屈折率は n になっていますで括弧1の問いかけは非常に単純で、えー、この液中での光の速度はいくらかと問われていますとこれは真空中の高速を c として n 分の c になるというのを知ってますね ただしこの真空中の高速 C は与えられていませんからこの光の振動数 F と波長を λ で計算をし直してください。C は Fλ と書きますね。さあそして本題の括弧になんですけれども、えー、まずですね深さ D のところに例えば天候源があるとしようそしてここから広がった光、えー、これを斜めから観測すると、えー、折れ曲がってこのように、えー、観測者に光が届きますね。 でこの折れ曲がりのですね、入射角を敷いた、屈折角をファイとしようか。ですかこれは問題に与えられていませんが、自分でうまく設定をしてくださいよ、ね。ところで、人間の脳は光を直進すると錯覚するので、このケース、見かけ上の位置はここになるんですね。はい。で、これからこの見かけの深さを計算をすると。 そして、真上から見た場合に関しては、その結果のファイとシーターが微小なケースとして結果を得ることになります。まず、この図で、見かけ上の深さ D' を求めよう。ですかこの真の深さ D を使って D' を出します。まあ、考え方はいろいろあると思いますけれども、提案としてはね、この青い線の長さ、線分の長さに注目するといいと思う、えー、これはですね、まずは D とシーターで計算できるということ。 さらには d ダッシュと Φ で計算ができますから、その結果をイコールで結べば d ダッシュの方程式が出来上がります。えー、例えばですね、d ダッシュ Φ でまず計算すると、この直角三角形で d ダッシュタンジェント Φ と計算ができます。次に、えー、こちらの直角三角形に注目して d タンジェントシータと計算ができますね。同じものを計算したのでこれはイコールになります。ということは d ダッシュは シーターファイディでこのように計算ができる。で、真上から見た場合はこのシーターファイが微小な角度なので、このように近似することができます。まあ都合ですね。これから屈折の法則を使うということを考えて、タンジェントをサインに近似をしました。そしてこの屈折に関して屈折の法則を適用すると、n かけるサインシータは一かけるサインファイという関係を持ちますね。そうするとこの部分がですね。 屈折率 N で置き換わります N 分の1に置き換わりますねつまりおよそ真上から見た場合の見かけの深さは N 分の D ということが分かりましたでここでね一つお願いしたいのはこのシンプルな結果をできれば暗記をしといてほしいんですねこの、えー、真上から見た場合の像の浮き上がりというのは他の問題とこう抱き合わせになるケースがあるんですでいちいちそういった問題で証明してると面倒なので ま、結果が単純ですからねこれを覚えといて、えー、別のテーマに集中するということが重要なケースもあるんですね。まあ、経験上はよくレンズの問題と抱き合わせにななるるケースがあるかなと思います、まあ、ぜひ暗記をしておいてください最後にこれもありがちな問題でやはり空気と水の、まあ、境目境界を作っておきますね。そして深さ d のところに例えば天光源を置いたとしようそうするとこの光源から、まあ、四方八方に広がった光 一部ですねこの境界で屈折して空気中に漏れるんですね。例えば、えー、このように入射角が小さい光は、えー、空気中にこう漏れてしまいますね。あるいは一部こう光が反射をします。ところがこの空気と水の間に、えー、前反射が起こり始める角いわゆる臨界角というのがありますね。この臨界角に達すると、えー、光これがですね空気中に漏れないということがわかります。 この状態から前反射が始まるわけですねさらに入射角が臨界角以上であればまあ、前反射をするということになるので実はですねこの天光源から空気中に漏れる光というのはこの範囲から漏れているんですこれは正確に表現するとこの点を中心とするこの長さを半径とする円ですねの内側から光が漏れているんですそこでこの天光源を空気中から確認できないようにするためには え先ほど言ったこの長さを半径とする円盤を用意してかぶせてしまえばいいんですね。できなくなくりますいいよ、ね、で最後の問題はその半径を求めてくださいと言ってるんですね。はい、ということは大事なのは臨界核なんです前反射が起こり始める角、まあ、ここではシーターゼロと書いてますけれどもまずこれを求めなければいけない。 これは、この前反射の起こり始めの状態をイメージして、屈折の法則を使えばいいね。N×sinθ0 と、それから 1×sin90 が等しいという式。これで θ0 が与えられます。ちょっと変形しとこうか。いいですね。N が1よりでかいですから、この θ0 は存在する。前反射が起こり得るということになります。そして、この θ0 が分かれば、必要な円盤の最小半径を求めることができる。 この角が θ ーーロですから、深さ d と θ ーーロを使って、この必要な最小半径は d、タンジェントシー θ ーロと計算ができますね。で、この θ ーーロ僕が設定している文字だからね、絶対残しちゃいけない。先ほど得たこの式で消去をします。ただ、サインシーター θ ロからタンンジェントシー θ ーロを作らなきゃいけないね。どうするかなと。 まあいろいろね、えー、例えば一旦コサイン直して、さらにサインに直してなんてことを考える人もいると思うけど、ちょっとね、今後あのこの波動をやってると、このサインからタンジェントを作ったり、サインからコサインを作ったりするということが多くなります。で、提案をしておこうね、えー。シーターゼロの角度を持つある架空の直角三角形を作ります。えー、サインシーターゼロが N 分の1で与えられるわけですから、えー、この斜辺の長さが N。 一辺のの長さが1の直角三角三形を作ります。そうすると、どうですかここがシーターゼロであるということになりますよね。で、三平方の定理で残る一辺の長さを計算します。この図から、タンジェント、あるいはコサインを簡単に計算することができる。例えば、今回必要なタンジェントシーターゼロは、ルートホニャララ分の1、あるいはコサインシーターゼロは n 分のルートということになるよね。まあ、今回、タンジェントですから、 ルートほにゃらら分のうちを代入して、これが必要な円盤の最小半径ということがわかります。で実はこれ実験をしてね、確認することができます。えー、皆さん多分お風呂に入ると思うので、まあ、ぜひですね、今日チャレンジしてほしいんだけれども。まずゴーグルをして、鼻をつまんでね、顔全体を水の中に沈めてください。そして、まあ、仰向け状態で真上を見てほしいですね。そうすると。 光がですね、このようにこう侵入してくるんだけれども、まあ先ほどの臨界角がある関係で、ある半径の円の内側に、えー、風呂場の外側の風景がすべて映り込むんですね。例えばこれはね、えー、まあどこかの海でしょうね。えー、カメラを構えて、そしてえ完全に潜り込んで真上をこう撮影をしているわけですね。そうするとよく見るとわかるように。 ある円の内側に外側の風景がすべて映り込んでいるんですしたがってここにある円盤をかぶせると外の風景は一切確認できなくなってしまいますで今ねゴーグルをしてという方をしていますけれどもなぜゴーグルをしないとよく見えないんでしょうかこれあの実際入信に出たので説明できるようにしておいてくださいねえ実はですね人間の、まあ、目の水晶体ですか この屈折率は、だ大体一点三から一点四ぐらいなんですね。そして、空気の屈折率は一ですよね。一と、それから一点差の違いがあるので、光が屈折して網膜上に像を作り、見ているんです。この目の水晶体の周りが、空気だから、よく見えるようになっているんですね。ところが、水中に裸眼で潜ってしまうと、目の前にあるのが水ですよね。 でこの水の屈折率は1.33というこの数値に近いものになります。ということは光がですねここであまり折れ曲がってくれないんですねですから網膜状に像を作ることができないので、えー、まあそこで、えー、この水晶体の周りをです、ね、空気層にしてしまえばいいつまりゴーグルをかけるということなんですね。 まそのことで空気の屈折率と水晶体の屈折率の違いで光がこのように折れ曲がるようになり、まあ網膜上に像が作れるようになるわけですね。これ実はね、昔あのある先生にこの問題が解けないっていうことで、石田先生これなんでですかね、なんてね、問われた時に、 ああ目が痛いからじゃないですかみたいなねそんな馬鹿げた答えをですね堂々とこう言ったことがありますけれどもまあ、えー、実際にはですねこれはさすが物理の問題ですから屈折率に関して理解しているかどうかを試そうとする問題だったわけですねまあ計算問題になることはないでしょうから、まあ、説明できるようにはしておいてくださいね。